トイさんおはよう。どうしたのこんな早く学校集まって。ちょっと俺たち須藤さんと仲良くなりたいなって思って。あ、そうなの。トイちゃんあれからすごい仲良くなったじゃん。うん、お互い理解し合える友達になるだかな。だからその仲良くなるコツとか教えてもらいたくて。あー、まあ何言っても大丈夫だと思うよ。マジか。じゃあこれから挨拶するときにちょっと絡んでいいかな。あ、うん、大歓迎だと思う。楽しみね。じゃあちょっと須藤さんに絡んで仲良くなっちゃう？いいね、みんな。須藤ちゃんもきっと喜ぶよ。さ、そろそろ須藤ちゃん来るんじゃないかな。最初はももちゃんが行くのか。あ、須藤ちゃん来た。あ、おはよう須藤ちゃん。あ、おはようももちゃん。お、いい雰囲気じゃん。初めての敵役ってどんな気持ちなの？はい、ストップ。ももちゃんちょっとこっち来て。あ、須藤ちゃん気にしないでね。お前ほんとバカなのか？ごめん、ちょっと最初に思いついた話題がそれしかなくて。まあ珍しいポジションだったからね。まあわからんでもないけど。次はジェルだっけか？あ、おはよう須藤さん。あ、ジェル君おはよう。いやー、須藤さんってほんと黒髪いいよね。え、あ、ありがとう。顔面もいいしさ。あ、ありがとう。アイドルやらない？はい、ストップ。ジェルちょっとこっち来て。あ、須藤ちゃん気にしないでね。何？何じゃねえよ。なんでお前スカウトマンになってんだ？いや、あれは化けるよ。お前友達になりたいんじゃなかったのか？誰も顔面を奪われて。次はオタクくんだっけか？あ、須藤さんおはよう。あ、オタクくんおはよう。須藤さん黒髪ほんと似合うよね。あ、ありがとう。なんであいつら黒髪ばっか褒めるんだ？黒髪にはやっぱメガネが似合うと思うんだ。これちょっとかけてみてよ。え、そうかな。どう？あ、似合ってる。かわいい須藤ちゃん。なんかツイッターですごい人ディスってそうだね。オタクくん、ちょっと来なさい。須藤ちゃん気にしないでね。何？何？何じゃねえよ。もう須藤ちゃんは改心したの。いや、分かってんだけど、つい前のこと思い出して口滑って。まあちょっといじられる方が須藤ちゃんにとってもいいのかな。次はサタン、そういじりもするのかな。いやあ、ミスター須藤。いや、天界より舞い降りし黒の神よ。あ、もうダメだあいつ。あ、おはようサタンくん。あの、たま友達になりたいっていうか、なりたい友達。はい、サタンこっち来て。あ、須藤ちゃん気にしないでね。お前なんであんな最初と差あるんだ。いや、いざ友達になりたいって言うとなると緊張しちゃって。だとしても差ありすぎだろ。お前片言みたいになってたぞ最後。なりたい友達って。最後リッちゃんも決めてくれるかな。須藤ちゃんトリートメント何使ってるの？オージュアってやつ使ってるよ。めっちゃいい。ディオールのファンでもめっちゃいいわよ。デパコスじゃんそれ。メイクにお金は惜しまないわ。すごいねゆりちゃん。あ、クソ仲良くなったらさすがゆりちゃん。ま、みんなもだんだん仲良くなっていくでしょう。はい、みんなおはようございます。朝からちょっといきなりなんだけど、ちょっと反省してもらいたい人物がいます。反省してもらいたい？もしかして須藤ちゃんのことかな。もう何も言わなくていいんだけど。ちょっと最近の動画とか見てるとな、担任として俺何もできてねえなってすごい反省してます。あ、そういうことね。先生気にしないで。今が楽しいな。